ちゃこんにちは、ゆらかさん。はいよ。先ほどオリンピックの開会式が、ね、中継見てましたけど、最初はまあ、入場行進、はい、各国もね、まあ、各国からね、はい、まあ、ギリシャからスタートするわけだけども、うん、はい、やっぱ見ていた印象は、うん、やっぱ国が多いから長いなという印象が途中なんかこう中だるみみたいな感じ、まあするもんね、になってしまいましたが、うん、まあ、でも各国のなんか特徴とか中には民族衣装みたいな、まあそうだね、だ、まあ、それ見るのも楽しみの一つで ね、まあ、色合いだとか、まあ、そういうものも綺麗にコーディネートされてて、うん、素敵な開会式だったなっていうふうに、はい、まあ、全体的には思ったけどもね、まあ、なんか開会式に参加してる人の数も、うん、国によってはもう大勢のところもあれば、うん、本当に数名しかっていうところもあって、うん、あのね、うん、アテネの時に、はい、まあ、今とはシステム違うかもわかんないけど、はい、開会式の8時間前に現地集合だったんだよね、うん、それはリハーサルを含めっていうことですか？いや、リハーサルじゃなくて、やっぱりいろんな荷物の検査だとかいろんなものが重なって、それだけこうあれだけの選手団を受け入れるっていうことは相当な時間がかかるんだよね。8時間っていうと今日8時からっていうことは、うん、お昼の12時に集合してってことですか？そうそうそう、そのぐらいだったと思うんだよ。でアテネの時は、はい、そのやっぱり一緒に一度じゃない、はい、だからそれ開会式に参加しようかっていう話があったんだけども、うん、はい、あまりにもこう疲れる、疲労度が、うん、疲労が残るんじゃないかっていうことで、はい、で監督だけその時の中畑さんね、はい、がじゃあ俺代表で行っておこうかなって言うから、うん、ああやっぱりその方がいいんじゃないですかって、選手村にも入ってなかったから、はい、でホテルを貸し切ってね、野球だけ別だったから、はい、だから開会式だけでもやっぱり野球は特別だからなんて言われるのもあれだし、うん、俺行ってくるわって言う、監督疲れますよって、長瀬さん疲れますよって言ってたけど、長瀬さんの人がいい人だから、いや俺だけでも行ってくるわって顔出してくるよ。そしたら8時間前というか、そっからもう閉鎖なんだよね。で車1台通れないのよ。あ、会場に行く、会場に行くのに、うん、それで練習やって終わった後に、まあ、ちょっと遅れたんだけども練習がね、はい、で終わって長瀬さんが行ったら、うん、止められたんだよ、はい、止められてもう入れなくて、はい、やっぱもう参加できなかったの、はい、だからやっぱこの東京大会もコロナの PCR 検査だとか、うん、いろんなことを考えると相当前から集合させられてて、やっぱ参加した人たちはすごい大変だったと思うよ、うんうん、なるほど、うん、だから交通規制もね、うん、国立競技場の周りはもうずっと前からやってるし、うん、だから相当なこう選手がね、疲労度の中ああいうこう笑顔でね手を振ってくれたりだとか、うん、はい、嫌な顔を一つせずね、うん、やってくれたっていうことはすごく感謝だよね、うん、うん、やっぱ見ててなんか最初始まった時、うん、いよいよ始まったんだなっていう、まあそうだね、やっぱね、開会式見るとその実感が湧くというか、まあ、実感が湧くし、まあ賛否いろいろあるけど、はい、俺もなんか本当この中でコロナ禍の中でねやっていいのかとか、うん、個人的な意見だけども、うん、なんかすごく葛藤があってね、うん、大丈夫かなとか、でなんか選手団もどんどん入ってきて、そのコロナの中ね感染したとか言って、ね、やっぱ競技をする前に帰ったりだとか、うん、棄権して帰ったりだ、うんうん、とかあったからどうかなと思ってたんだけど、やっぱ開会式を見るとね、すごく心に来るものがあって、はい、なんかこう感動したというか、はい、でも、まあ、その中で、うん、やっぱ一番最大の興味は成果をこうつないできてね、誰が最後こうやるんだろうと。で大阪直美選手がね、はい、テニスプレーヤーの選手がやったんだけども、はい、まあいろいろね物議を醸し出すいろんな問題、アスリートにも心の安らぎが必要じゃないかとか、うん、いろんなことを言ってね、うん、非常にその気持ちもわかるし、最後にねああいう大阪の直美さんみたいな人が、はい、まあ、やってよかったなっていうふうに思う、うん、はい、まあその中でもう豊さん見てるともういろんなことがあったと思うんですが、うん、長嶋さんがね、はい、アテネの時に、うん、一緒に出る予定だったんだけど悔しかったと思うよ、はい、
脳梗塞でね倒れられて、でアテネに来ることもできず、参加することもできず、はい、で予選の時に3試合終わって、はい、体調壊されて、もう本当激務というか、これは中津さんに言った言葉なんだけど、こんなに緊張したとか、はい、プレッシャーかかったことなかったぞって、アジアの予選終わった時にね、その後体調壊されて入院されて、で年が明けて脳梗塞になったんだけど、はい、本当にアテネに行きたかったと思うんだよね。長嶋さんが一番その気持ちが強かったと思うんだよ、はい、その長嶋さんがやっぱ聖火リレーの国立競技場にね、松井選手が、まあ松井君が肩を貸し、はい、その隣に王さんがいて、で真ん中に長嶋さん、はい、本当良かったなと思ってね、こんな演出ってあるんだと思って、まあ野球選手が伴走者になるっていうのがすごく、それも嬉しいことだけども、はい、長嶋さんの無念を少しでも晴らせたかなと思うとさ、まあ一緒のユニフォームを着てね、本当は戦う予定だった。でアテネに行った時も長嶋さんのユニフォームを掲げてね、そうでしたね、ベンチ、そう、はい、それを先発メンバーが全員触ってグラウンドに散っていったっていうことも、なんかすごく思い出されたし、でも長嶋さんの姿が見れて本当に良かったなと思うけど、長嶋さんもだいぶ弱ったなと思ってね、元気に歩いてらっしゃった時のこととか、いろんなことを思い出すとすごく胸が苦しかった、だけど本当にね、伴走の中に長嶋さんがいてくれたことがすごく嬉しいし、なんか胸がぐっと詰まったから、なんか皆さんにも、長嶋さんの思いとか、まあ皆さんも分かってらっしゃるとは思うけども、はい、なんかこう伝えたかったなっていうのがあって、動画にしようって思いました。はい、もう一つの画面に王さんと長嶋さんが映ってる、それだけでも胸がいっぱいになる、野球をねやってた人間とすれば、でましてやもろ世代だから、長嶋さん王さんを見て育った世代だから、よかったなと思ってさ、でまあ、下長嶋さんなんかはアテネに行く予定だったしね、でオリンピックに参加できずに、名前だけは言ったけども、だけどこうやって東京の地でオリンピックに長嶋さんが参加できたっていうことが、なんかすごい嬉しくてね、なんか思わずカメラを撮り、だからこの気持ちも皆さんにちょっと伝えてね、分かってほしいなと思ってね、動画にしました、はい、次の、ね、方にこう成果が映った瞬間、笑顔がね、そうでしたよね、長嶋さんの顔がもうほころんで、本当だね、それまではなんかね、もう一生懸命、真剣にというか、一生懸命さが伝わってきて、なんか心が熱くなったんだけども、長嶋さんの笑顔を見てなんかほっとしたかな、よかったなと思ってね、だから野球やってる人間としたらやっぱ無念っていうのがあって、でも少しでも本当は戦いたかったんだろうけども、でも参加できたということは少しでも無念を晴らせたかなと思ってね、動画にしました、まあここにはね長嶋さんのサイン入りで、いろいろこうね、こういう盾とかもあるけども、長嶋さんの真ん中ですね、僕は隣豊さんのサインありますね、なんか申し訳ないけど隣に書かせてもらったりだとか、まあこれがね記念のボール、記念のボールでね、そうですね、まあこういうものもなんかちょっと引っ張り出してきて、宝物ですね、まあ宝物、またなんか長嶋さんがああいう姿を見せてくれたら、より宝物になるよね、そうですね、いろんな思いがまた蘇ってくるでしょうし、だからいろいろ賛否あったね、オリンピックでも、こうやって始まったらね、そうですね、みんなで盛り上げて応援していこうというふうに、またコロナにね、気をつけてね、選手の方たちは
ぱ頑張ってほしいと思います、はい。まあ、無観客っていうこともあるし、ね、まあ、日本での開催なんで時差もないですし、うん、長嶋さん派手な人だからさ、はい、なんかお客さんのいっぱいの中でやらせてあげたかったなって本当はね思うけども、はい、まあこういうご時世だからね、はい、まあしょうがないけども、はい、でも参加できて本当にほっとしました。はい、はい、ありがとうございました。はい。